毎月1回お送りしている安心山梨メモ。今回一つ目のトピックスは土砂災害防止月間について県砂防課の望月秀一さんと一緒にお伝えしていきます。望月さん、どんな内容でしょうか？はい、6月は土砂災害防止月間です。大雨の情報と身の回りの危険箇所の情報に注意しましょう。そして2つ目のトピックスはグリーンゾーン認証制度追加的対策について、グリーンゾーン推進課の小田切夏樹さんと一緒にお伝えしていきます。小田切さん、どんな内容でしょうか？はい、山梨県では変異株に対応するためグリーンゾーン認証基準の改正を行いました。ぜひ皆さんご協力をよろしくお願いします。災害もそして新型コロナウイルスもしっかり対策をしていきましょう。ぜひ聞いてください。